どうも、どうずるです。はい、ということで本日もこちらどうずらじお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマは三日坊主にならないために、こちらね話していきたいと思います。いや、三日坊主ってめちゃめちゃよくできた言葉ですよね本当に3日で終わっちゃうことがたくさんあるんですけれども、まあ、継続が力なりっていう言葉もあるじゃないですか。やっぱり継続することってすごく大事なことなんですよね。何事においてもやっぱりね、こう継続してだんだんやっぱ力がついてきたりとか、まあ、いろいろね、良くなってきたりすると思うので、まあ、今日は三日坊主にならないための私どずるが心がけていること、これをね話していきたいと思います。でそもそもやっぱ私思うのは、人間ってね、意志が弱い生き物だと思うんですよ私たちが思ってる以上に、多分ね、努力とかあとこう頑張りとかでなんとかならないことの方が多くて、だからね、こうずっとやっぱり無理して頑張り続けるって不可能だと思うんですよね。だって無理し続けるとやっぱりこうどっか悪くなるじゃないですか。メンタルだったりとか体だったりにガタが来たりとか、やっぱ無理することは良くないことなんですよ。なので今日例えば今日から1日10時間勉強して、受験まで頑張るぞって思ってても、1日10時間こう毎日毎日ずっとやれる人って、まあ、そんなに多くないと思うんですよね。なんでまず目標設定の時に達成できるもの、今日できても意味ないんですよ。今日だけできても意味なくて、やっぱりこうずっと続けられる目標設定というか行動のその決定をしていかないと、まあ、無理難題を毎回ねこうやるぞっつって、チャレンジして、で三日坊主で終わっちゃうみたいな一つ目はちゃんとできることをやろうとする、これがね大事なんじゃないかなと思います。これ意外に当たり前のこと言ってんじゃんドズルって思ってる方も多いかもしれませんが、意外にできてない人多くて、今日とかその日思い立った日っていうのはめちゃめちゃモチベーションが高いわけよ。よっしゃ今日からダイエットするぞ、よっしゃ今日から勉強するぞ、よっしゃ今日からなんかするぞってすごいモチベーションが一番やっぱね初日っていうのは高いんですよ。でもそれがずっとじゃあ継続するかっつったらそうでもないので、やっぱりこう3日間ぐらいでね熱がちょっとずつ冷めてくるわけですよ。ダイエットに対しても勉強に対しても、まあ何事もそうだと思うけど、でそれをやっぱり下がってきた時でもちゃんとこうルーチンの中に、日常の中にこう活動として取り入れても無理ないように活動できるっていうのをやっぱまず一つはね、目標設定として入れるっていうのが、三日坊主の、コツ一つ目、三日坊主のコツじゃないわ、三日坊主にならないためのコツ一つ目で、二つ目は何だったっけ忘れた。ああそうそうそう、人とやる、これねすごくやっぱ大事だと思ってて、人間やっぱ意志が弱いんで一人だとねどうしても続かないと思うんですよ。なんで人間が、こうやってコミュニティを作ってね、友達を作って、仕事仲間を作って一人じゃなくみんなで行動するかっていうと、やっぱり一人だとね意志が弱いからサボっちゃうわけよ。なんで仕事でも学校でもやっぱこう集団行動するじゃないですか。誰かに、まあ、見張ってもらうじゃないけど、一緒にね、頑張る仲間がいたら絶対に、頑張れるんで、これを、誰とやるかっていうのをちゃんとね、決めて、で約束をする私も最近、ボンジュールさんと一緒にね公開収録やってるんですけど、やっぱ一人で動画を1日10本も、15本も撮るって結構難しいことなんですけど、その2人で約束してこっからこの時間ね、撮影しましょうっつって、約束してたらまあなんか、継続できるみたいなね、誰かと一緒にやるって誰かと一緒に約束をする、その約束を破らないために、ちゃんと行動する、まあ、それはね、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じかな終わってしまった思っているより話すことが少なかったけど、三日坊主にね、私もう本当に昔からいろんなことに三日坊主ですぐ熱しやすくて冷めやすいって子供の時はよく言われてたんですけれども、まあ、今は結構ね、寝れません放送もちゃんとやり遂げることが多いし、いろいろなことを決めたことをね、ちゃんとこう実行できる力っていうのが少しずつやっとこの年になってつくようになったので、ね、もし参考にしていただければな、いいなと思います。一つ目は、無理のない目標設定、二つ目は誰かと一緒にやる、ぜひやってみてくださいということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。